なんだろう。もうね。いやー、魚の反応がねえなー。あ、しまったと思ったらマジか、木化けされたぜ。日本くらいいる、日本くらい。まあ今ね、あそこのところにね、日本くらい取れるかな。どっちが正解なんだろう。こっちに右手がかかる。これが線の正解とするか、やっぱり緩いところだな。うわぁ、はい、残念勝負。わぁ、見えちゃったね、ごめんね。よし、じゃ、よし。ナイスです。あー、やっぱりね、ここ超難しい。魚がなかなかね、口使ってくれませんでしたけども、ようやく1本目出てくれました。ありがたい。うん、冷たい。やっぱ多いな、ここな、魚が。お、あ、しまった。よっしゃ、3本目食ってくれたわ。よし、ありがとう、ありがとう。油断してたらかかった。よっしゃ、もういい魚だね。よし、おまけでございます。ちょっとね、帰りがてな、人が入ってない下のポイントちょっと攻めてなんですが、暴れないでね。どうしてもね、取りたかった、ここの河川のヤマメです。難しいんすよ、ここ。ほんとヤマメ取るのね、何回か起こせてやっと取りました。超綺麗。はい、ということで、ご覧いただきましたように、今回ですね、ちょっと激渋リバーということで、攻めてみました。で、ここが、山形、尾花沢、小野田線の鍋越峠、のところなんですけども、分かる方は、知ってね、いると思うんですけども、真横に道路が走ってますね。
で、アクセスもいいことから、もう本当にね、あの川歩いてても、なんだろう、もう 3,4 人ぐらい歩いてるみたいな足跡の多さっていうことで、まあ魚も相当プレッシャーかかってますし、なかなか厳しい釣りにはなるだろうと思ってやってきたんですけど、思いのほかで釣れました。まあでもね、やはり素直に一辺倒では食ってくれない、頭のいい魚たちでした。まあこうやってね、ちょっと技術向上のためにね、釣れた川っていうのも攻略していきますんで、ぜひまたご覧になってやってください。以上、釣れイワナを攻略する橋本がお送りいたしました。ご視聴最後までご視聴誠にありがとうございました。